今の時代はですね、まあ、自己表現というか個性を、まあ、表現するのに、まあ、多種多様なヘアスタイルが自分自身で選んで自分に合わったものを表現するっていう時代だと思います。なので一つのトレンドっていうことではなくて、自分に合ったもの、自分がなりたい女性像とかそういったものに近づけるために、まあ、いろんなデザインが流行していると思います。その上でヘアカラーっていうのは重要なポイントになってくると思いますね。色の人気なのはアッシュカラーが王道で人気で、今年のトレンドカラーでいうとピンク、あとラベンダーというのはトレンドカラーになりますね。あとテクニックで言いますと、バレエアージュやハイライトのような一色だけで色を表現するのではなくて、ブレンドカラーのように一つの頭の中にいろいろな色が混ざったようなカラーというのは大きなトレンドです。お客様へはまず健康的に見えるヘアカラーというのは僕は大切にしています。その上でお客様の現状の髪の毛だったりとか、あと肌の色、肌質、あと目の色を見てお客様に合った色を提案しています。はい、プロマスターのカラーの魅力はですね、僕たち作り手側が自分の思い通りというかやりたい色、作りたい色っていうのをカラーパレットのように作ることができるっていうのが大きな強みかなと思います。僕はアッシュがとても好きです。